遠くの住んでいる山梨県都留市の城山公園は、1594年、文禄3年、浅野長政の家老、浅野氏重により、築城された勝山城の跡地で、現在もなお、石垣、土塁など多くの遺跡が残っています。身延山久遠寺周辺は、日本桜の名所100選に選ばれ、全国有数の桜の名所です。しだれ桜は、樹齢400年で、全国しだれ桜10選の一つで、桜の花が地面に垂れ下がる様子は、大変見応えがあります。旧津金学校とは、明治6年開校以来続いた地域の学校でした。明治期、大正期、昭和期にわたって三世代の校舎が並んで建てられましたが、昭和60年、1985年、須玉小学校との合併により、その長い学校の歴史に幕を閉じました。開眼寺は、北杜市須玉町にある寺院で、境内には石仏師、守屋貞治が制作した、西国33所、坂東33箇所、秩父34箇所の各観音霊場の百観音の石仏が安置されています。